こんにちは、こんばんは。今回は我が家で飼育しているハイフィンタイプなオコリ、およそ2年半の成長記録をまとめてみました。現在うちで飼育しているコリドラスはパレアタス、アドルフォイ、ジュリー、カウディマキュラータスの4種類なんですが、最初に導入した2種類がパレアタスとアドルフォイでした。もともとお店ではノーマルの青コリとして販売されていたんですが、どうやらハイフィンの血が入っていたらしく、飼育してみたら背びれがどんどん伸びてきて驚きました。その時に作ったのがこのチャンネルで一番多く再生された動画ということで、いろいろと思い出深い個体でもあります。それでは2年半前に遡りまして、導入時の様子からご覧いただきたいと思います。というわけで、ハイフィンパレアタス31ヶ月分の観察記録をご覧いただきました。ご覧いただいた通り、導入時は3センチ程度だった青コリですが、およそ2年半で8センチを超えるまで成長しました。これは同時に導入したアドルフォイと比較して、餌への反応がはるかに鋭いのが原因ではないかと思うんですが、最初はアドルフォイより小さかった体格があっという間に逆転してしまいました。
青コリとアドルホイの成長差に注意してご覧いただくとまた面白いかと思います。後から追加導入したジュリーとカウディマキュラタスもまだ割合賢いので、うちにいる種類ですとアドルフォイがダントツでアホだなぁといつも思います。この餌を探す能力差が餌の不平等問題にもなるかと思いますので、なるべく手間をかけずにコリドラスを飼育したいという方は、賢くて頑丈な種類とアホな種類を一緒に飼わないのがおすすめかと思います。冒頭でもご紹介した通り、ノーマルな青コリを購入したらハイフィンの特徴が出て驚いたんですが、ヒレの成長に水流やエアレーションなどが影響するという話を耳にします。うちでもディフューザーをつけたり外したりということを試してきましたが、自分の印象でもディフューザー設置時のヒレの成長を顕著に感じました。ひょっとしたら強い水流の中で体勢を安定させるためにヒレが伸びるのではと素人考えで想像したりしました。今回の動画がこれからコリドラスを飼ってみたいという方や、飼い始めてまだ間もないという方の参考になりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。